ナルト、本当は強かった人物。今回は大人気漫画ナルトの、本当は強かった忍びを紹介していこうと思います。ナルトの世界には様々な忍びが登場しましたが、その中でも、特に作中で本来の強さを発揮できなかった忍び、または、条件が悪くて強さを発揮できずに死んだ忍びを、個人的に選びましたので、理由も含めて紹介していこうと思います。ウチハイタチ。ウチハイタチはナルトでも、屈指の実力を兼ね備えた人気キャラクターですね。なぜそんなイタチが、今回の本当は強かった人物に該当するのかというと、イタチは登場時から病気を患っており、作中では、何度も胸を押さえて吐血している描写がありました。万華鏡シャリンガンの道術を使用するたびに、吐血するシーンが書かれていたので、万華鏡シャリンガンの影響も少なからずあるのかと推測できます。しかし、病気を患っていても実力はトップクラスであり、13歳で木の葉の里における暗部の部隊長を務め、乱造の命令とはいえ、ウチハ一族抹殺の大罪人でもあります。里を抜け、暁に加入してからはツーマンセルの相方星垣キサメと共に、人中力狩りを行っておりました。つくよみという万華鏡シャリンガンの道術を使い、当初木の葉の里でも圧倒的な強さであったカカシ先生を、幻術により精神を完膚なきまでに破壊した時には、読者であった私も驚愕でした。そして、アマテラスやスサノオなど万華鏡シャリンガンが、いかに強力な力なのかということも証明してきた忍びでもあります。サスケとの最後の戦いの時には、病気が進行し薬を服用しながら、無理やり延命している状態でありながらも、サスケの常に上を行き、当時、サスケの最強形態であった、呪因解放第2段階を引き出すまでに至りました。すべては、サスケに寄生していたオロチマルを封印するため、そしてこの葉の里の裏切り者である自分を倒すことで、サスケを里の英雄に仕立て上げること、それによりこの葉の里が一族の闇とは関係なく、平穏に暮らしていけるという願いからの行動でした。このように、サスケを守ることがイタチの全てであったわけなので、病気を患っており心身ともにボロボロの状態であっても、本来は作中トップクラスに強い忍びであるイタチも、戦った相手がサスケとなると、本来の実力を出し切れないまま、死んでいったのではないかと考えられます。実際に、第四次忍界大戦時には、江戸転生によって蘇ったイタチでしたが、出社であった薬師兜をイザナミを使うことで、兜の精神を無限ループの中に幽閉することに成功し、戦況を大きく変えた盾役者でもあります。江戸転生の解除とともに消えていくイタチの、サスケに対して、お前をずっと愛している、という最後の言葉は、後にサスケの行動を大きく変えた、と言っても過言ではないほど重要なセリフとなっていますね。ウチハ富岳。先ほど紹介したウチハイタチやサスケの父親であり、ウチハ一族の長をしていた人物となります。ナルトに登場した時点ではすでに個人であり、忍びとしての実力を実際に見る機会はありませんでしたが、生前は、この葉の刑務部隊の隊長なども務めていたとされています。また、第三次忍界大戦時には、狂眼の富岳として他里から恐れられていた。そして何より万華鏡シャリンガンの開眼者とも言われています。シャリンガンの道術やスサノオなどが扱えたかは、作中でも明らかになってはいませんが、さすがはウチハ一族の長といったところですね。そして何より、イタチやサスケの運命を狂わせたとされる、ウチハ一族のクーデターの首謀者でもあります。そのため、物語を通して残酷な父親としての印象が強いですが、実はイタチに暗殺される直前にサスケのことは頼んだぞ、お前を誇りに思うという言葉をイタチに伝えていることから、息子である二人を大切に思う、優しい父の姿が垣間見えたシーンでもあります。このことから、すでに個人であった富岳が作中で生きていたのであれば、万華鏡シャリンガンの強力な道術や、スサノオなどが登場していたのかもしれませんね。オロチマル。ジライや、ツナデと共に伝説の三人と呼ばれる忍びです。幼少期より数十年の逸材と言われ、近術の開発以外にも、クローン技術や人体実験なども行っており、作中でも屈指の狂気に満ちた忍びでありましたね。ウチハ一族の力に固執しており、何度もサスケの肉体を奪おうとしていました。これは、自分の新しい肉体として考えていた、ウチハイタチのシャリンガンの力に手も足も出なかったことが原因で、同じウチハの血を引く、まだ幼いサスケの肉体に固執したものでした。し
昔、住人試験最中に、この葉を壊滅しようと企み、砂隠れの里も巻き込み戦争を起こそうとしましたが、三代目火影、サルトビヒルゼンの前線によって、禁術である江戸転生で呼び出した、初代火影、二代目火影の魂と共に、オロチマル自身の両腕を指揮法人によって封印されてしまいました。両腕を封印されたことで因が結べず、すべての忍術を封じられてしまい、砂でとジライアやナルトと対峙するときには、前世紀の半分以下の力になってしまったのではないかと思われます。第2部以降では、サスケの肉体を奪おうとして死闘を繰り広げましたが、逆に魂を制圧され肉体は死亡してしまうなど、本来の実力の見せ場はありませんでした。その後も、兄のイタチのスサノオによって、サスケの呪縁より復活した途端、封印されてしまうなど、このまま物語から退場してしまうのではないか、という描写が多くありましたが、サスケの手により奇跡の復活を果たし、第四次忍海大戦において歴代火影の江戸転生を行うなど、物語を通して、重要な役割であったことには変わりありませんでした。ウチハ翡翠。ウチハイタチの親友で、タザトからは春味の翡翠と呼ばれた忍びでもあります。ウチハの歴史の中でも数名しか開眼させたことのない、万華鏡シャリンガンを開眼し、最強の幻術とも言われることは天つかみを宿していたことから、実力も相当なものであったと思われます。しかし、ウチハ一族のクーデターを抑えようとした結果、志村断蔵によって右目を奪われ、残った左目をイタチに託して里とウチハの名を守るように頼み、自ら命を絶ったと作中で語られました。ことは天つかみとは、相手に自覚させることすらなく、幻術をかけられる最強の幻術と言われ、志村断蔵が、サスケとの交戦時に使用したシャリンガンの能力でもあります。サスケの攻撃が断蔵の体を貫いたとしても、それを幻術として扱い、傷一つない状況を作ることができるという、チート級の道術でもありました。これにより、翡翠がナルトの世界で生きていれば、作中トップクラスの実力者であったと考えられます。ナルトのゲームの世界では、翡翠のスサノオも披露しており、イタチやサスケに並ぶほどの力があったということも伺えます。よって今回の考察動画での、条件が悪くて実力が発揮できなかった忍びとして取り上げました。君マロ。この白寿司の際にオロチマルが仕向けた、音の五人衆の中で最強の忍びでありました。しかし、君マロ自身が病に倒れたこともあり、実質、音の五人衆は4人で活動していました。もともとはオロチマルの器の候補として考えられており、15の殺戮衝動を止めることのできる、唯一の人間でもありました。血系限界である四骨脈を使い、この能力は作中でのラスボスである、大津月かぐやが使う能力と同じものでありました。サスケ奪還編ではロックリー、ガーラと交戦し、両者を追い詰めながらも、最後には自らの寿命が尽き砂に生き埋めにされてしまいました。しかし、自らの骨を使い戦うスタイルで攻防一体とすること、呪縁も第2段階までコントロールできるという点で、万全であれば、当時のキャラクターでは、屈指の強さを誇っていたのではないかと思われます。四代目水影、立花櫓、かっこ三尾の陣中力。三尾の陣中力であり里の影を名乗るほどの忍びですから、相当な実力があったのではないかと思われます。見た目は子供のような容姿をしていますが、実際には暁発足時にはすでに水影の地位であることから、かなりの高齢ではあったのではないかと考えられます。また、人中力として賛美を完全にコントロールでき、お獣の力を使うことのできる数少ない忍びとしても、実力者として申し分ないでしょう。しかし、内浜だらに扮して下飛びによって操られており、水影としての行動はすべて飛びの策略によるものでした。その後、星が聞きサメに暗殺を指示したり、月の目計画を語り暁にスカウトしたりと、飛びの駒として扱われる描写が多く見られました。部下の青によって洗脳を解かれましたが、暁によって美獣を抜かれ個人となっています。これらを踏まえ、飛びとの接触がなければ、本来の実力を発揮できたのではないかと思われます。志村断蔵。この葉の里における暗殺妖精部門、ね、の創設者であり、作中でも闇に生きる忍びの代表格とも呼べる人物です。三代目火影であるサルトビヒルゼンとは幼馴染みであり、同時にライバルでもありました。武闘派路線を貫き、影からこの葉を守るという意志は、時に非常で卑劣な作戦も部下に実行させるほど、
徹底したものがありました。ウチハ一族抹殺のクーデターを企てた張本人であり、里のためであれば犠牲も厭わないその姿から非人道的な印象があります。包帯で隠した右目にはウチハ翡翠から奪った万華鏡シャリンガンを持ち、剣術戦も得意としています。また初代火影の千住柱間の細胞を右肩に移植しており、木遁忍術も扱えるところを見ると強い忍びのいいとこ取りのようなキャラクターです。そして何よりウチハ一族から奪ったとされる大量のシャリンガンを腕に移植しており、その中でもイザナギを使用することで術者の不利な状況を夢に書き換えることのできる、作中でも最強クラスの道術を使うことができるのです。しかし万華鏡シャリンガンを開眼したサスケとの戦闘でイザナギを連発し、一時的にサスケを追い詰めますが、スサノオの強大な力を前に腕に移植したシャリンガンを全て使い切らされてしまいます。その上イタチよりも格下だと思っていたサスケの急成長ぶりに圧倒され続け、最後は道連れを図ろうと自爆を図るも失敗に終わり息絶えました。相手がウチハの純粋な血を引くサスケでなければ、そして万華鏡シャリンガンを開眼していなければ、もっと本来の強さを発揮できたのではないかと考え、条件が悪くて実力が発揮できなかった忍びとなりました。2ユギと2美の人中力、雲隠れの里が保有する2美の人中力の区の位置であり、わずか2歳で人中力になったと言われています。幼き頃から2美と共に成長したこともあり、自らの意志で美獣をコントロールできる数少ない忍びの一人です。里の皆からも慕われており、仲間思いの忍びでありました。人中力を狙う暁のメンバー角津と被弾の不死コンビからの襲撃を受け、1対2という不利な状況の中、仲間を巻き込みたくないという考えから、戦場の出入口を塞ぐことで誰も邪魔のできない戦いだったため、被弾の死死氷結によって呪いをかけられ敗北してしまいました。このようにお重化できる忍びであるユギとは、実力こそ同じ人中力であるB やナルトに匹敵するほどと考えられますが、仲間を守るために一人で戦ったため暁の2人分の能力を判断することが遅れてしまったこと、援護に駆けつける仲間が来れなかったことを考えると、人中力の持つ本来の実力を発揮できずに敗北した忍びとして今回の考察動画では判断させていただきました。畑作もナルトの恩師であるシャリンガンのカカシとして名を轟かせた畑カカシの父親であり、この葉の白い牙としてタザトからも知られる凄腕の忍びでした。しかし、カカシがまだ7歳の頃に、サクモは隊長として部隊と共に敵地に潜入しました。そこで仲間の命か任務を遂行するかという二択をせりまれ、サクモは仲間の命を選択しました。この苦渋の決断で、この葉の里からは多大な非難を受けてしまい、心身を病んでしまいました。そして自らの葉で命を殺め、この世を去りました。そしてこの時作物の遺体を発見したのは、中忍に昇格したカカシでした。このように実力で旗里も恐れる畑作物でしたが、実力を作中で発揮する機会はなく、登場時はすでに個人であり、理由があってこの世を去ったことから、条件が悪く強さを発揮できなかった忍びに選出することになりました。歌方、6尾の人中力。原作ではあまり書かれなかった6尾の人中力の歌方でしたが、アニメのナルト疾風伝では活躍が書かれた回がありましたね。霧隠れの里の抜け人であり、師匠殺しの歌方として里から追われていました。師匠である春雨によって殺されかけた過去があり、美獣化した後に殺めてしまった過去があります。暁のペイン陸道と遭遇してしまい、戦闘の末重傷を負ってしまい、暁のアジトにて美獣を抜かれ死亡しました。主に水遁系の術が得意であり、シャボン玉を自由自在に扱う戦闘スタイルであり、作り出すシャボン玉には攻撃性の高いものから性質変化を加え敵の攻撃を無力化する能力まで備わっています。しかしシャボン玉を作ることのできない霧雨などの環境では手も足も出ないという弱点を抱えております。6尾の人中力ほどの人物なので、環境さえ整えば忍びとしての実力はかなりのものと思われますが、出会ってしまったのが暁のリーダーでもあったペインということで、その力はこの葉の里の住人をもってしてもかなわないほどでした。ペイン陸道とも称されるだけに、戦況としてはリンネガンを持つペイン6体に対して歌方1人という過酷な状況での戦闘であり、
本来の力を出せないまま敗北したのではないかと思われます。暁でも他のメンバーであれば、活躍の場が見られたのかもしれませんね。三代目火影、サルトビヒルゼン。ナルトの連載が始まった当初の火影であり、木の葉の里に存在する、すべての術が扱えるプロフェッサーとも呼ばれております。五大性質変化に加え陰陽遁まで扱えるので、忍びの五大国最強、忍びの神、とも言われるため、実力だけで見れば、作中でもトップクラスであることは間違いないでしょう。しかし、四代目火影であった波風港の死もあって、三代目を引退し隠居していたヒルゼンが、次の受け継ぐ代が出るまで再任という形になりました。オロチマルによるこの木の葉崩しの際の戦闘においては、高齢のためにチャクラ量不足から影分身も3人が限界であり、四季法人によって江戸転生された、初代火影、二代目火影の魂を封印し、最後にオロチマルを封印しようとしたところ、オロチマルの領でしか封印できない事態になってしまいました。第四次忍界大戦では江戸転生され、チャクラも現役並みに戻ったヒルゼンでしたから、十尾の攻撃に対して五大性質変化の術を同時に披露し、火影たちによる封印術も難なくこなしており、戦況を大きく変える活躍をしておりました。しかし、生前での活躍を見ると、火影クラスの忍びも、老いには勝てないという事実を覆せないこともあり、本来の実力を発揮できなかった忍びとしました。ふう、かっこ七尾の人中力。七尾の美獣を宿した人中力であり、作中では存在が明らかになった時にはすでに個人でありました。アニメのオリジナルストーリーでは、就任試験を受けるために木の葉の里を訪れ、その後暁に襲われるまでが書かれております。七尾のモチーフである昆虫のような羽を有し、飛行能力を発揮した戦闘を得意としています。秘伝、鱗粉隠れの術では、口から鱗粉を吐き出し光を反射させ、相手の視界を奪い攻撃をしていました。美獣の力も少しは使えていたようで、尾の数で強さが決まる美獣の中でも、キラービーの8尾やナルトの9尾に次ぐ美獣の力なので、人中力としての実力もあったと思われます。しかし、この葉の里の中忍試験の帰り道に、暁の被弾と角図に襲われ命を落としています。角図は風と同じ滝隠れの里の先輩だったそうで、友人になってくれるように頼みましたが、その願いも虚しく戦闘に敗れ美獣を抜かれています。このことから、風の友好的な性格もあり、敵に対して本気を出せず、本来の実力をセーブしてしまったのではないかと考えます。美獣の力を完全にコントロールできていれば、結果は変わっていたのかもしれませんね。皆さんどうでしたか？今回は本当は強かった忍びについて考察してみました。敵との相性や、生きた時代が良ければ、もっと活躍していたであろう忍びばかりでしたね。考察には入らなかったもっと不遇な忍びがいましたら、コメント欄で教えていただけると幸いです。